皆さんご機嫌ですか？どうもキボです。僕の将来の夢は田代正史に説教されることです。説教の内容はどうでもいい。散々怒られた後で全力で、いやお前が言うなって突っ込みたい。いつか叶うといいな僕の夢。というわけで今回はネットで話題になった勝手にアンケートを取ってみたシリーズに突っ込んでいきたいと思います。草薙剛のナビを漢字で書けますか？いやこれは難しいね。かける 2%。 ああやっぱこんなもんだよね。かけない 5%。 え、じゃあ残りの 93% 何？今はそれどころではない。いやじゃあなんでアンケートに答えたし。まあ確かにね、草薙剛の何が書けようが書けまいがどうでもいい。とまあこんな感じでふざけたアンケートが続いていきますので、皆さん楽しんでってください。もしこの動画でちょっとでも笑ってくれたそこのあなた、チャンネル登録よろしくお願いします。午前2時踏切に担いでく定番アイテムといえば何？は？何このアンケート、意味が分かんない。大げさな荷物、ラジオ、君。いやこれってとなると、あとは星見るための望遠鏡、天体観測の歌詞じゃねえか。背後で気配がした時振り返ると何がいましたか？うわこれホラーじゃん、怖いの嫌なんだよ。何もいなかった。あ、気のせいってのも怖いよね。幽霊、やめてくださいよもう。不審者、いや怖い怖い危ないって。プリウス、いや確かにプリウスの事故多いけれどもめっちゃ偏見。初めて行く恋人の押し入れから出てきたら嫌なものは？なんだろうね。元恋人との写真、あーこれは嫌だね。スケベボン、グッズ、あこれはでもある意味、てかスケベボンって言い方なんだよ。悪趣味な服、あー服のセンス悪すぎるのも嫌だね。ご両親、いやこれはきついわ、もう膨れ上がった下心が一気に萎えるわ。一人でシャンプー中、後ろを振り返った時にいたら嫌なものは？いやどんなアンケートだよ、何でも嫌だよ。お化け、絶対嫌だね。泥棒、最悪だね、裸で追いかけなきゃいけなくなる。見知らぬ人、これは怖いね。誰がいても嫌でしょうね。橋本環奈がいても一瞬嫌だわ、一瞬ね、一瞬。タイムスリップに成功し10年前から人生をやり直してきた人、9万人に聞きました。元の人生と比べてどうなりましたか？いやいや9万人もいるんかい。まあ、この人は絶対人生やり直してると思う。ここら辺の人は人生をやり直したいと思ってると思う。良くなった、ああ前の人生を反省して一生懸命頑張ったんだろうね。悪くなった、ちょっと余裕見せてサボりまくって人生堕落したんだろうね。正直同じ感じになっちゃいました。ですよね。いや実際そんなもんだと思うよ。人生やり直したい、そんなこと思うやつがうまくいくはずがないんだよ。過去のことは変えられない、でもこれからの未来はいくらだって変えられるんだ。そう思って頑張れる人だけが素晴らしい明日をつかむことができるんだ。過去に悩むな、未来へ行きろ、希望を持って強く生きていくんだ。そしてこのチャンネルを登録するんだ。